CDTV ライブライブでのナンバーアンダーラインアイサイン書きシーンから見える魅力を徹底解説。岸くん隣カンニングした、翔くん今度はでかい日。神宮寺くんサイン書いてる横顔もかっこよすぎて。CDTV ライブライブでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、彼らの音楽的成熟と個々のメンバーの魅力を再確認できる瞬間となりました。この日の注目すべきポイントの一つは、メンバーがサインを書くシーンです。 翔君、岸君、そして神宮寺君、それぞれがサインに込めたユーモアや工夫は、ファンの間で話題となっています。特に紫輝んの火で他の2人を包み込む大きなサインは、彼の温かい人柄や仲間を大切にする姿勢を象徴しています。サインを書くという一見シンプルな行動が、彼らの絆やチームワークを感じさせる瞬間となり、ファンにとっては微笑ましいシーンとなっています。 このサインを書くシーンは、実はパフォーマンスだけでなく、彼らの人間性をも垣間見ることができる貴重な機会です。騎士んが以前のサインをカンニングする姿や、毎回異なるサインを工夫して楽しませてくれる翔ん、そしておしゃれな神宮寺くんのサインスタイル。これらは、彼らがどれだけ細部にまで気を配り、ファンとのコミュニケーションを大切にしているかを示しています。ファンの中には、 彼らのサインを見るためにイベントや展示会に足を運ぶ人も多くいます。それだけ、ナンバーアンダーライン愛のサインは特別な意味を持ち、彼らとのつながりを感じることができる象徴的なものとなっています。さらに、サインを書く際のエピソードや彼らのリアクションは、SNS を通じて瞬く間に拡散され、ファン同士のコミュニケーションの話題にもなっています。こうしたサインの場面一つでも、 ファンとアーティストの距離を縮める力があるのです。また、サインだけでなく、彼らのファッションやビジュアルにも多くのファンが注目しています。この日の翔くんの髪型やスタイルは、多くのファンの間で、犬みたいで可愛い新しいビジュアルが最高と話題になりました。岸くんのヘアスタイルや、神宮寺くんのクールな横顔も、それぞれが自分らしさを表現しつつ、ステージ全体を引き立てていました。 ナンバーアンダーラインアイのファッションセンスは、彼らの音楽だけでなく、ビジュアル面でも多くの人々に影響を与え続けています。音楽業界において、ビジュアルとパフォーマンスのバランスを取ることは非常に重要です。特に、CDTV ライブライブのような大規模な音楽番組では、カメラワークや演出が重要な役割を果たします。観客は、ただ音楽を聴くだけでなく、彼らの表情や動き、 ファッションに至るまで、全体的なパフォーマンスを楽しんでいます。ナンバーアンダーライン愛の3人は、そのすべてを計算に入れて、視覚的にも音楽的にも魅了することができるアーティストです。その一方で、彼らのユーモアや人間味あふれる部分が垣間見えることも、ファンを引きつける大きな要因となっています。ステージ上では圧倒的な存在感を放ちながらも、ステージを降りた瞬間には親しみやすい一面を見せることで、 ファンンとの距離感をうままくコントロールしていますこうした二面性は、多くのファンにとっての魅力の一つであり、彼らが長年にわたり支持され続ける理由の一つでもあります。ファンは、パフォーマンスの瞬間だけでなく、サインや舞台裏のエピソードを通じて、彼らの成長や変化を感じ取ることができるのです。特に最近では、彼らのスタイルや音楽性の進化が顕著に見られます。 INZM ハイパーバンドバージョンはその象徴的な例であり、原曲からの大胆なアレンジが新しい魅力を引き出しています。この新しいバージョンは、ファンだけでなく音楽批評価からも高い評価を受けています。バンドサウンドとの融合は、より一層彼らの音楽の幅を広げ、次なるチャレンジへの期待を抱かせます。また、このような進化の背景には、彼ら自身の努力と挑戦が存在します。 常に新しいものを追求し、ファンに驚きと感動を届けたいという情熱が、こうしたパフォーマンスや音楽の変化につながっています。ステージでの姿はプロフェッショナルそのものであり、その裏には日々の練習や準備が積み重ねられています。No.1 ア,アイのメンバーは、ただ楽曲を歌うだけではなく、その一つ一つに魂を込め、観客との共鳴を目指しています。ファンは、このような彼らの姿勢に感銘を受け、 応援し続けけるる理由を見つけているのですそして、ファンとのつながりを大切にする彼らの姿勢は、ファンミーティングや SNS での交流など、さまざまな形で示されています。サインを書くシーンや、ライブ後の小さなエピソードもその一環であり、ファンとの距離を縮めるための工夫が随所に見られます。このように、ナンバーアンダーライン愛は音楽だけでなく、そのパーソナリティやユーモア、そしてファッションやビジュアルまで、 あらゆる要素でファンを楽しまませています CDTV ライブライブでのパフォーマンスは、その集大成ともいえるものであり、これからも彼らの成長と進化を期待せずにはいられません。今後、彼らがどのような新しい音楽やパフォーマンスを披露してくれるのか、ファンとしては目が離せません。ナンンバーアンダーアダラインアイの3人は、それぞれが個性を持ちながらも、グループとしての一体感を持ち、常に新しいチャレンジに挑み続けています。 ファンとの強い絆を持ちながらも、常に進化し続ける彼らの姿は、多くの人々にとってインスピレーションとなり、エンターテイメントの未来を切り開いていく存在となるでしょう。これまで述べてきたように、ナンバーアンダーライン愛の三人は音楽だけでなく、彼らの人間性、ユーモア、ファッションセンス、さらにはファンとの強い絆によって、その魅力を絶えず広げています。しかし、 ここで一つ重要な問いが浮かび上がります。彼らがこれからどのようにさらに進化し、音楽シーンでの存在感を強めていくのか。そして、その進化の過程でどのようにファンとの絆を維持していくのかという点です。音楽業界は常に変化しており、トレンドや技術の進化が日々進行しています。近年、ストリーミングサービスの普及やソーシャルメディアの台頭により、 アーティストとファンの関係性はより密接なものとなりつつあります。一方で、情報があまりにも早く消費されてしまう現代において、アーティストが一貫して高い注目を集め続けることは決して簡単なことではありません。特に日本の音楽シーンでは、競争が激化しており、新しいアーティストが次々と登場しています。この中で、ナンバーアンダーライン愛がどのように独自のスタイルを維持しながら、 新しい挑戦を続けていくのかが大きな鍵となるでしょう。その中で注目すべきは、彼らがこれまでに見せてきた柔軟さと多様な音楽性です。例えば、INZM ・ハイパーバンドバージョンのように、既存の楽曲に新しいアプローチを加えることで、常に新鮮な体験をファンに提供しています。これは、彼らがただ一つのスタイルに固執せず、音楽的な挑戦を恐れない姿勢を示しています。 こうした柔軟性は、彼らが今後も新しいサウンドやパフォーマンススタイルを取り入れていくことで、さらなる進化を遂げる可能性を秘めています。また、彼らの進化においてもう一つの重要な要素は、技術的な革新との融合です。最近の音楽シーンでは、AI や VR、AR などの新しい技術がエンターテインメントの世界に大きな影響を与えています。例えば、 バーチャルライブやインタラクティブなパフォーマンスなど、従来のライブとは異なる形でファンとつながる方法が増えてきています。ナンバーアンダーラインアイがこうした新技術をどのように取り入れていくのかは、彼らの未来にとって大きなポイントとなるでしょう。そして、最も重要な要素は、彼ら自身がどれだけファンとの絆を強く保ち続けられるかということです。先ほど述べたように、サインやファンとのエピソードは、 彼らとファンとの関係性を深める上で非常に大切な役割を果たしています。ファンは、ただ音楽を楽しむだけでなく、アーティストとの個人的なつながりを感じたいと願っています。ナンバーアンダーライン愛の3人は、常にその期待に依頼、ファンとのコミュニケーションを大切にしてきました。この姿勢がある限り、彼らが今後どのように進化しようとも、その絆は変わることなく、さらに深まっていくでしょう。また、 ナンバーアンダーライン愛のこれからのキャリアには、彼ら自身の成長や変化も大きな影響を与えるでしょう。音楽業界は、年齢やライフステージによってキャリアの方向性が変わることがよくあります。例えば、メンバーがそれぞれの個人的なプロジェクトに取り組むことや、新しい役割を見つけることも考えられます。その一方で、グループとしての活動を続けることで、新たな挑戦を見つけ、 より広い視野で音楽活動を展開する可能性もあるでしょう。ファンは、彼らの個々の成長を見守りながら、グループとしての新しい姿を楽しみにしています。こうした未来の可能性を考えるとき、私たちは彼らの過去の歩みを振り返ることも重要です。デビュー当初から彼らは常に進化を続け、その都度ファンの期待を上回るパフォーマンスを提供してきました。初期の頃は、あだ未熟な部分があったかもしれませんが、 それでもファンとの強いつながりを持ち続け、彼らの成長を見守ることができる特別な存在でした。現在では、彼らは日本の音楽シーンを代表するアーティストの一つとなり、多くの人々に影響を与える存在となっています。彼らの音楽やパフォーマンスが持つ力は、時代を超えて支持され続けるものであり、それがこれからも続くことでしょう。最後に、ナンバーアンダーラインアイの未来に向けた期待とともに、 彼らがこれからの音楽シーンでどのような影響を与えるかに注目する必要があります。彼らの進化は、単に音楽的なものだけでなく、彼らがどのように社会や文化に影響を与えるかにも関わってきます。例えば、彼らの音楽を通じて若い世代にインスピレーションを与えたり、新しい価値観を広めることができるかもしれません。彼らが築き上げたファンベースは、単なる音楽愛好者の集まりではなく、 共通の価値観やビジョンを持つコミュニティとなりつつあります。これは、彼らの音楽が単なるエンターテインメントを超えた存在であることを示しているのです。未来を見据えたとき、彼らのキャリアはまだまだ多くの可能性を秘めています。音楽、ファッション、そして彼らの人間性すべてが融合したパフォーマンスは、これからもファンに驚きと感動を届け続けるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の旅はまだ終わっておらず。 これからの彼らの一歩一歩に期待せずにはいられませんファンとして私たちは彼らの進化を見守りながらこれからの素晴らしいパフォーマンスを心待ちにしています